はい。皆さん、こんにちは。村長です、えー。今日からですね、スタジオワン、僕の一番得意な TAW のソフトを使って曲を作っていく一連の流れを皆さんに少しずつに分けてですね、解説をしていきたいと思います。スタジオワンを起動すると、今、画面にあるようなスタート画面が表示されます。 左の上の方に新規ソングというのがありますので、この新規ソングを選びまして、そして名前を付けます。曲の名前などを打っておけばいいと思います。今回のシリーズでは、定番ソングとも言えます長渕剛さんの乾杯を作る過程を例にして解説を進めたいと思います。乾杯と打ちました。 画面の細かなところは少し今は飛ばしておきます。OK を押します。これがスタジオワンの初期画面です。今回のシリーズでは素早くアレンジができる方法を解説したいと思います。いろんな方法があると思うんですけれども、まずは既存の曲の場合はコード進行が わかっていますのでコード進行を入れるところからスタートしたいと思います画面の左の上の方にいろんなツールがあるんですけれどもコードを入れる時にはこの音符マークのついたボタンを押すとコードのトラックというのが出てきますわかりやすいようにコード譜を出して進めていきたいと思いますこの通りにですね コードを打っていきます。まず前奏からです。C。そして Am。半小節で切り替わります。そして C と。これを変えていきます。 これで前奏ができました。旗のマーク、これマーカーと言いますが、マーカーのトラックも入れておきます。ここからが曲に入ります。インサートというのを押すと、こうやってマーカーがつきます。ここから曲が始まりますので、1番。こう押して OK をすると、ここが1という風に表示されます。 続いてコードを入れていきます。次も半小節で変更になります。 G7 の場合は右の方からこのように入れます。これが A メロになります。これがアレンジトラックというふうになりまして分かりやすくするためにこれが A メロです。A メロと 入れ直します。そしてここがイントロですそして次に進めていきます ほとんどコードが一緒なので、このコードをコピーします。このように選択しまして、コピーを選びます。そして、この13小節目から貼り付けます。ペーストです。そうすると、このように一気に入れることができます。確認します。C Am そして FC ほとんど一緒ですね。そして Dm そして Am Dm G7C。はい。これが、まあ、いわゆる A' メロになります。 次からがサビになります。C、F、そして C、G7。今度は半小節送りです。 C7F c, c <F> 君に幸せあれのところですね C on G というふうになっております C そして ベースが、G、です。はいここまでがサビですそして次が感想ですが今回はここまでで止めておきます次に まずはストリングスを入れていきましょう上の鉛筆ツールでですね半小節分のこのトラックを作るわけですけれどもストリングスを入れるというのは右の方のインストールメントっていうところのですねプレソーナスいわゆるスタジオワンの純正の音源ですねそれを選択したいと思いますトラックにこのように 持ってきますはいこれが純正の音源になりますえ、これは少し閉じておきましょう半小節分のエリアをここに作りたいと思いますはいそしてこれを矢印ツールに持ち替えてからダブルクリックしますと画面の下のように音符を入れていける エリアができます。これをピアノロールと呼んでいます。そしてここにドミソの和音を入れていきたいと思います。ステップ入力と言いまして、ここでキーボードを弾いたりして入れることもできるんですが、半小節分でドミソを入れたいと思います。ちょっと大きくします。この C4 の領域のところからドミソ、 を入力したいいと思いますはいこれでドミソの和音ができましたがもう一つですね上に上の「ドも入れておきます。これは途中で G7 とか4和音で構成される和音が出てくるためです。はい これでもうこのトラックはできたようなものです。これを選択しまして、キーボードの D のキーを押すと複製することができます。はい。このように 入力ができました。これではドミソの音ばっかし、いわゆる C の音しか鳴っていません。これをこの上のコード入力したものに追従することができます。画面左のコードに従うというところがありますので、ここではパラレル、ナロー、ベースというのがありますが、このことはまた後のセクションで 深くすることにしまして、今はまずパラレルというのを選びます。選んだら画面がこのようにですね、もう高度に追従したわけですね。これをですね、C4 より下のところにありますので、この和音を一旦、これで決まりましたので、フリーズというのを押しておきます。 これでは物足りないので、ここにギターのアルペジオを入れていきたいと思います。僕のお気に入りの UJAM のバーチャルギタリスト、シルクというのがあります。アルペジオのギターです。それを次のトラックに入れたいと思います。 こんな画面です。これをですね全部選択して下の方に貼り付けしたいと思います。下にも MIDI のエリアを作ります。 ここに貼りり付けをします。C4 よりも下の音程があ UJAM のシルクというのは C4 より上に和音を書く約束事がありますのでこれをオクターブ上げしたいと思います。シフトを押しながら矢印の上キーを押すとオクターブ上がります。もうこれだけで、 ギターの演奏とストリングスの演奏が同時にできることになります。こんな感じですね。 今、まあ、72という速さで作ってるわけですけれどもこのようにして今回の第1回目のセクションはここまでとしますストリングスとギターを簡単に入力するというところまでやってみました次の回では違う楽器もしくはボーカルこれらを入れていく解説をしたいと思いますご視聴ありがとうございました 村長でした。